今年度1回目となる岡山県ハンセン病問題対策協議会には県内のハンセン病療養所の入所者や有識者ら12人が参加しました。昨年度の報告が行われたほか、今年度の活動として新たな啓発動画の制作が発表されました。教員を目指す大学生が療養所でハンセン病の歴史を学び、地域の子どもらにその教訓を伝えていく様子を動画としてまとめたいとしています。私たちがいなくなったらもうそれで終わりだというんじゃなくて、やっぱりこういうことをまた繰り返してほしくないしね。ハンセン病療養所では年々入所者の高齢化が進んでいて、今回制作する啓発動画を記憶の継承に生かしていきたいとしています。